bello ragazzi, io sono Jesus e oggi Sirben con Axel World vs World Art Online. Nell'ultima volta abbiamo raggiunto questa nuova area e dovevamo attivare il portale. Quindi non sprechiamo tempo. Yoshi, koko no portal mo buji ni kidou shita na. Itsu demo machi ni modoreru zo. Metatron, dou shita? Kizuite inai no desu ka? これは来るぞ。とんでもねえ情報圧だ。なるほどな。これを情報圧と呼べばいいのか。このプレッシャー忘れはしない。ペルソナバベル。バベル、ゆいちゃんの封印を解いて。あなたの目的は一体何なの？ 黄昏の魔女である我らの願いは、この仮想世界の黄昏の成就、それ以外にはない。おお、あんたが仮面の美女、いや魔女さんかい。あんたよ、キリトがな、ユイちゃんがいなくなってどんだけ心を痛めてるのか分かってんのか。ここは僕にも言わせて、クラインさんだけにはカッコつけさせないよ。 クラインさん、ユウキ、アスナはすっごく気丈に振る舞ってるけど、僕は知ってるんだ。ふとした時に泣きそうな顔をしてる。僕をこの世界につなぎ止めてくれたアスナを、あんな悲しい顔にさせるあなたを許さない。ふん、神の一時の戯れの感情が招いた地獄のような未来を 想像もできぬのか。これは事情的に膨らむ悲劇を止める第一歩。そのための礎だと思えば、矮小なる者たちの悲しみなど払うだけの露に等しい。んだと？アスナたちは家族だ。そんな言い方は許さない。クライン、ユウキ、やめろ。 なろう。せりゃあ。二人が触れてもいないのに吹っ飛ばされた。二人のことは俺に任せておけ。ペルソナバベル、あんたは何のために未来からやってきたんだ。あの愚か者が 貴様たちに余計な知識を与えたか。何のためにこのエール王と未来の仮想世界をつなげ、ゴーストデータを刺激する。何のためにフィールドを封印した。そして何のためにユイを封印したんだ。さすがだな。すでに王たちが複製であることを見抜いていたか。だが近いうちに 貴様は王よりもはるかに凶悪な存在と相まみえることになる。それは塔の前に現れたあの強力なモブのことじゃないの？知りたければ鋼の体の者たちに聞けばいい。え？バベルの姿が。待て、バベル！ 消えた。驚いたぜ。やられちゃったね。おい、二人とも大丈夫か。 HP は減ってないみたいだな。ああ、一体あれ何だったんだ。クライン、ユウキ、無事だったみたいだな。 おお、悪いな。キリト、そっちはどうなったんだ。バベルは姿を消した。そっか。メタトロンが何か伝えたいことがあるみたいだ。ひとまず話を聞こう。黄昏の魔女ペルソナバベルが引き起こしたと思われる一連の混乱は、複数の事象が重なってできていると言えるでしょう。 我々の世界の変遷がこの世界に侵食という形で現れ、
地形にも影響を与えている。それによりしもべたちの移動範囲に制限が生じているわけですが、この状況が必ずしも魔女にとって有利な状況とは限らないのです。なぜなら侵食の影響によりしもべたちが妖精に加勢するという事象をも引き起こしているからです。ブレインバーストの影響は空の影からデータが流入しているせいなんですもんね。空の影を作ったのがバベルだとしたら、彼女の目的を叶えるための狙いがあるはず。我々のキリトたちへの加勢は不確定要素だったということだろうか。そういえば前にストリアさんと黒雪姫さんに感応して語りかけてきた未来の人、あの人が手助けしてくれてるってことはないでしょうか。そいつ信頼してもいいの？そもそもさ、バベルとストレアさんに憑依した人ってプレイヤーなのかな、 NPC なのかな。仮にバベルが NPC だとしたら、こういう想像はつかないか。 NPC でなおかつバベル自身に攻撃能力はない。つまりクラインや勇気がバベルに飛ばされたのは、破壊不能オブジェクトを無理やり攻撃したのと同じ理由だったとか。確かに衝撃はあったけど痛みも全くなかったよ。でもあの流暢な会話 NPC にはとても思えなかったけど。そこだよな、そこがどうしてもしっくりこないんだよな。あと気になるのは奴が最後に言った一言ね。私たちこの後一体何と開口するっていうの。私がしもべたちの元に降りてきたのは、先ほど ALO への大量のデータ流入があったことを伝えるためです。大量？それって？ええ、おそらくは先ほどの魔女の言葉と関係しているのでしょう。これ以上何があるっていうんだ。俺たちは早く言うよ、助けなくちゃならないってのに。キリト君、こういう時こそ落ち着いていこう。敵の正体も真の目的もまだわからないことだらけだけど、焦っちゃ敵の思うツボだと思う。うん、まずは目の前のやるべきことをやろうよ。ああ、その通りだな。そうだクライン。なんだ？向こうミスなのはもう勘弁だが、さっきバベルに言ってくれた言葉嬉しかったぜ。いやいや、よせやい、照れくせえだろ。勇気も私嬉しかったよ。うん、どういたしまして。やられちゃったけどね。さて、じゃあ気を取り直していきましょうか。Ok ragazzi, ci è stata detta una cosa molto molto importante che avevo considerato anch'io la prima volta che ho giocato Axel War vs World Art Online, e cioè che la forza che ha inventato via Klein e Yui è la stessa che di quando si colpisce un oggetto immortale. E se vi ricordate, c'è solo un NPC che faceva questo nell'anime, e quindi Yui. Possiamo quindi affermare con certezza che la persona che abbiamo davanti, o NPC che abbiamo davanti, è o una con pari diritti tra virgolette di amministratore di Yui, o o una persona che comunque ha pari diritti, cioè nel senso, o un NPC con pari diritti come Yui, o una persona con pari diritti, quindi una specie di Game Master, il che complicherebbe ancora di più la faccenda. D'altronde possiamo solo fare speculazioni per questo momento. Nel frattempo ho visto che c'erano un po' di cose da completare, alcune cose da cancellare perché non avevo mai viste. Ok, tra parentesi, a questo punto della storia non ci viene assolutamente detto niente su cosa fare. Il nostro obiettivo è semplicemente andare in giro a caso nella speranza di trovare qualcosa, e per l'appunto è quello che sto facendo in questa clip. Come vedete, davanti a noi c'è un'enorme sfera viola. Yo, mata atta na. Anta tachi mo kono warp zone o shirabe ni kita no ka? 異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か、
赤髪の少女は両の手に剣を携え未知の領域へと一歩を踏み出すのであった。くー、ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待ってキリト、気になることがあるの。この辺りには確かレブラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私そんなの聞いたことないな。トレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレプラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから本当は言っちゃダメなんだけど。待てリズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか？キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO は PK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が前面に打ち出されているゲームなんだ。だから同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なので、 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救いバベルの野望を知ることだ。だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんてちょっと違うと思うよ。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの？ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ？レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でも、うん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし。俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意思を無限にはしたくないの。そうか、わかった。リズ、ありがとう。感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。Ok, nel cercare Rain ci siamo imbattuti in questa zona di distorsione qui, che è la cripta degli eroi. Un dungeon dove molto probabilmente troveremo il tesoro dei leprechaun. O dei leprecani, è un po' sempre difficile scegliere se l'inglese o l'italiano da usare. I cani mo nanika deso te kanji da yo ne. Soria dungeon da. Deru ni kimatteru. Mo oni-chan, so ja nakutte. ちょっと得体の知れない恐怖感とかありますよね。おいクロ、何ワクワクしてんだよ。ホラー FPS ゲームじゃねえぞ。そういうニコこそ。まあここ一帯のエリアは超高難易度ダンジョンかもしれないって話だろ。
君子危うきに近寄らずが賢明な判断だな。Ok ragazzi, questo dungeon è difficilissimo, se non avete quasi mai farmato come me. Infatti Yuki ci dice, non è necessario combatterli. Perché? Perché più che altro io ho deciso di attaccarli comunque. Ho deciso di attaccarli comunque perché, nonostante gli avvertimenti, io sono un pazzo sconsiderato. E volevo testare la mia forza. Il problema è che questi esseri qua, oltre ad avere una forza mostruosa, hanno un piccolo difettuccio, se così si può chiamare. Cioè sono fantasmi veri e propri. Una volta colpiti, cioè anche se li ammazziamo ritornano. L'unico modo per difenderci è entrare in queste specie di rune qua. E non appena un fantasma tocca questo campo di forza, viene teletrasportato al suo vecchio posto. Infatti avete visto appena due fantasmi che venivano trasportati indietro. Allora, un'altra cosa che va fatta in un tipo di dungeon come questo sono i comandi, cioè dobbiamo continuamente richiamare gli alleati per evitare che muoiano a caso. Rein-san, inai no desu. Zutto oku ni iru no deshou ka? Shinpai na no desu. Sou desu ne. Demo, konna tokoro ni hitori de idomu nante, kanari ude no tatsu kata na no deshou. あいつはもともとソロで活動していたプレイヤーなんだ。なるほどな。ますます会うのが楽しみになってきたな。レインの名をかけて頂上決戦だぜ。いやだから2個はもう2個でいいだろう。うっせえな。今のは気合を入れただけだろ。二人は本当に仲良しなんだね。イエス。そして毎度その二人を見て各所から冷たい視線が走る。先輩チーフ、なんでそんな目で僕を見下ろしてるんですか。たくみよ、お前の言いたい。Ok, trascendo il fatto che Chiyuri e Kurukihime vogliono ammazzare Taku, cioè Arayuki, ci troviamo di fronte a un boss. E tralasciamo anche il fatto che Nico vuole distruggere Rein, ma quelli sono altri dettagli. Comunque ci troviamo di fronte il traghettatore delle anime dell'inferno. Ok, non capisco, passiamo dalla mitologia nordica alla mitologia greca o romana. Questa è una bella cosa molto strana effettivamente, ma cosa ci possiamo fare? Assolutamente niente. Non sono io che ho fatto il gioco. Comunque, Caronte è il primo boss che ci applica dei malus veri e propri. Come potete vedere, ho la diminuzione dei PM, cioè dei punti magia. Potrei avere una diminuzione anche dei punti resistenza o dei punti vita. In questo caso non è un vero e proprio veleno, ma comunque se vedete i miei punti magia continuano a calare. In questo caso l'effetto era già sparito. Vi ho evitato tutto il combattimento perché di vedere gente che moriva suscitava a caso, proprio non ne avevo voglia, e invece in questo caso mi ha applicato un debuff ai PS. Questo è il suo attacco peculiare che ho deciso di non fargli fare, probabilmente esatto, perché aveva pochissima vita. Quindi tanto valeva distruggerlo. Ok, Caronte sconfitto, il traghettatore delle anime dell'inferno, io vorrei curarmi il più velocemente possibile, grazie. あ、待って、今のボスのドロップって。やった、手に入れたわ。これがレプラコーンの秘宝、ベルンド・スミスよ。ベルンドって、確か北欧神話の伝説の鍛冶職人の名前ですよね。ええ、そうよ。眉唾レベル、都市伝説クラスの鍛冶妖精専用アイテム。本当にあったのね。俺には飲むタイプのポーションにしか見えねえけどな。やっぱ高貴なものにしかこのアイテムの輝かしいまでの希少性ってやつはわからないのよね。何を？まあ手に入ったんだからいいじゃないか。でも少し変だと思わないか。え？何か？レプラコーンに伝わる秘宝がこんなに簡単に手に入っていいのかってことさ。
確かにな。ボスは強かったが、秘宝級のアイテムが隠された高難易度ダンジョンなら、あのボス級のモンスターが無数に徘徊していてもおかしくはない。なるほど。それこそ足を踏み入れた瞬間に全滅するくらいの難易度になっているかも。リズさんが予想してたように、侵食のせいで設計バランスが崩れちゃったとか。しもべ、半分正解です。メタトロン、半分って？この世界へと流入した凶悪な存在そのものがここを通った形跡があります。本来ここで妖精たちを迎え撃つはずだった強力なビーイングたちは、そのものによって駆逐されたと考えていいでしょう。駆逐されただと？そいつが片っ端からこのダンジョンのモブを倒しちゃったから、結果的に難易度のバランスがおかしくなったってこと？おいおい、何なんだよそいつは。よ、暴虐の限りを尽くす破壊者ってとこか。嫌な予感。うん、僕も感じる。強い敵を前にしてるのに全然ワクワクできないって感じ。それよりも先に行きましょうよ。レインがいるなら少し心配よ。レインはそいつに襲われちまってるんじゃねえだろうな。それはないでしょう。凶悪な存在の奇跡こそあれ、今はここにはいないようです。ケイ、でも油断はできない。心配してても仕方ないよ。私たちは進むしかないんだから。行こう、みんな。ああ、と、新しいワープゾーンが出現してるな。本当だ。今度はどこに繋がってるんだろう。Ok ragazzi, abbiamo recuperato il fabbro di Wayland, spero che si pronunci così, spero di non aver dimenticato consonanti e vocali strane, ma il fatto che questo dungeon è stato reso più semplice dal passaggio di una specie di essere demoniaco. Tuttavia rimaniamo col dubbio e ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, metti un piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Come al solito, se non avete chiaro qualcosa non esitate a chiedere. Quindi, bella ragazzi!